皆さんのスロージョギングって何？素敵な仲間を作る場所。のスロージョギングって汗をかいて心と体がスッキリ。ランニングのクールダウンに最高。毎日家で10キロ走ってます。暇時間に楽しめます。8歳までもできますよ。リフレッシュ。スロージョギングと społeczność to dobre relacje, wzajemna motywacja i wsparcie. スロージョギングと my wszyscy. スロージョギング is helping me rebuild my endurance space.Slow jogging is my most favorite time to refresh. ゆっくり楽しく走れます。以上です。ちょっとした空いた時間や、まあ、朝早く起きた時とか、仕事が終わって早く帰ってきた時など、気軽に走ろうと思えるような気持ちになってスロージョギング楽しんでます。早朝のランニングをするということが一つと、あとは職場、とか、まあ、夫婦2人で土日とかゆっくり街の中をスロージョギングしながら回ったりしてます。生理運動みたいな感じでスロージョギングとウォーキングを挟むようにしてます。楽しくニコニコで、ちっちゃい子供とかも一緒に楽しめるスポーツがいいところじゃないかなと思ってます。まあ、僕もともと100キロあったんですけれども、まあ、体重を落としてずっと、まあ、今のところずっとキープできてる、っていうのが一番大きいかなと思います。ちょっとの距離でも、まあ、例えばバスに乗ったりとかしてたのが、まあ、そこぐらいまでだったら全然走っていけちゃうよねっていう、そういう自信にもなりました。小刻みに1分ごとの細切れでもできるということで、普段の日常生活の中でちょっとした時間でもちょっと有効に使えるような感じ。だけどリズムは早いですね。そうですね。スロージョギング楽しみましょう。 Let's enjoy slow jogging.